ready? 斬新です、来年です、ハラセンということで始まりました、ハラセンラジオ。この番組は日々私が思っていること、見た映画、漫画、新聞の感想あったかな、食べたもの、好きなものなんかを話しておる番組でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで今日は何を喋ろうかなと思ったんですけど、朝飛び込んできた大ニュースね、この背景の動画でも毎回使っておりますスプラトゥーン3がなんと来年に発売ということで、今日はスプラトゥーンのお話をしたいと思いますが、よいしょ、アラームが鳴った。私がスプラトゥーンをやり始めたのはなんと本当にスイッチを買ってしばらくしてから、スイッチを買ったのも昨年末ですから、本当にここ2ヶ月半ぐらいですか、2ヶ月半ぐらいなんですが、これがまあね、それまではしばらく本当にコンシューマーのゲーム機から離れておりまして、ゴースト・オブ・ツシマでゲームに帰ってきましてね、それまでがモンハンのセカンド G、 PSP ですね、プレイステーションポータブルで、次長課長の井上くんとも本当に連日やってた頃から、それで3は DS のやつは買ったのかな、買ってあんまりやんなくてみたいなとこからゲームはしばらく、だから 4,5 年やってなかったのかな、あれからで言うと。でゴースト・オブ・ツシマで帰ってきて、でスイッチを買ったわけですよ。したらね、スイッチで買ったのが、まあ、ダビスタがやりたかったんですけど、ダビスタのあのローディングの長さにも疲弊しちゃいましてね、もうほったらかしですわ。でついでに桃鉄も買ってたんで、桃鉄もやりながら、いやいやスイッチで俺やりたかったゲームあったわってことでスプラトゥーンを買った。これがまた面白くてね、なんでもっと早く買わなかった、2017年発売ですよ、2が。で来年3が出るってことは間5年空いてるんですよ。1が出たのが17年の2年前、15年ですか。なので2年で新作出て、次は間5年空いてね、3がやっと待望のと言いながらも、なんとこのスプラトゥーン2はですね、今現在もなお週間売上本数、ファミ通の売上本数で、10位以内に入っている。先週見たファミ通で8位だったので、まだまだ売れているので、もしかしたら今回のねこの任天堂の発表で、こんだけ売れてるからスプラトゥーン3の発表はないんじゃないかとまで言われてたんですが、来年発売するというのね。ほんでそうなんですよ、だから僕がスプラトゥーン始めて、この間1月の末でしたっけ、2月の頭でしたっけ、フェスがあったんですけど、それがもうラストフェスらしくてね、もっと早くに始めていればとは思いながらも、いやいや今から始めても遅くはない。このスプラトゥーン2本当にね面白いですね。まあ8人揃わないとゲームね、対戦のゲームが始まらないんですが、もういつ何時であろうとも、今朝方であろうとも夜であろうとも、本当にど深夜であろうとも夕方であろうとも真っ昼間であろうとも、必ずマッチングするというね、これだけプレイヤー人口が多い、ね、ゲームも他にないんじゃないですかね。他の、まあ、こういったマッチングして同じ時間同じ、ゲームをしてるっていう、ね、ゲーム他にもあるでしょ。僕はあんまりやらないですけども、荒野行動であるとか PUPG であるとか、そういったゲームと近いとは思うんですけども、まあ、これコンシューマー機でこれだけね、発売から3年経ってもまだまだ売れ続けて、どんな深夜であろうと、どんな朝方であろうと、真っ昼間であろうとマッチングするっていうのは、これは本当に恐ろしいゲームですよね。いや恐ろしいですよ。
ね、僕もまあ連日のようにねちょこっとずつ進めてはいて、ね、追加パックみたいなのがあったんですよ。でそこまでね、さすがにこの僕もさすがにそこまでね、課金してやるようなゲームじゃねえなとは思ってたんですけど、ついこの間買ってしまいましたね、オクトパス、何でした、地下のやつね、あれがなかなか難しくてね、あんまりね、ゲームがうまくないんでちょこちょこ進めてはおるんですが、やっとねランクも、もうねこの流れてる映像ではまだね40いくつぐらいですか、でももうすでにね54に行きまして、で50に行った記念にガチマッチをやるようになりまして、まだまだそこはランクは C なんですけども、それでも楽しいですね。でこのやっぱギアの組み合わせのね、あんまり実感はないんですけど、こう組み合わせと武器の組み合わせみたいなのを突き詰めると、これまた本当に奥が深くてね、もう沼ですわ、沼ね、スプラトゥーンの沼というか、インクに埋もれちゃいますよ、このイカ状態ね、ですわ。で最近もうメインで使ってる武器は、スパッタリークリアというね、サブウェポンが、ちょっと武器の詳細見ますねと言いながら画面は全然変わらないんですけど、武器は、スパッタリークリアというのを使っておりまして、サブがトービード、これね敵を察知してね、プイプイプイっつって敵のおる方に飛んでってボンって馳せる、ボムですね、サブウェポン。でスペシャルがスーパー着地、まあスーパー着地ね、これやっぱり楽しいですよ、最前線に近づいてってね、敵に囲まれてるところでスーパー着地を決めるとね、で相手を一掃するみたいなのが気持ちいいんで、やっぱスーパー着地がいいですね。結局一番使ってる武器ですね、今まで塗った面積がいくつですか、1101001000010000、692197ってことなんで、これ一番使ってますね。2番目に使ってるのでもう20万台、いや36万っていうのがありますね。2番目に使ってるのが L3 リールガンね、これもなかなかね、サブがカーリングボムで、スペシャルがイカスフィア、丸の中に入ってって転がってって転がってってボーンってやつね、これもなかなか楽しいです。やっぱカーリングボム放り投げてそこ潜っていくか潜っていかないのかみたいなところの駆け引きが楽しいですよね。ただねカーリングボムはね、これすごくインクの消費量が激しいので、サブウェポンの、インク性能をね上げとかないと、これちょっとなかなか、カーリング投げて潜っていけばいいんですけど、だいたい潜ってくるなと思ってカーリングボムの後ろをねパチパチ打たれてやられるっていうパターンがあるので、これ、まあ、最近はあんま使ってないですけど、 L3 リールガンも好きですね。あとはねやっぱこう両手で構える武器が好きなんで、デュアルスイーパーとかね、デュアルスイーパーカスタム、どっちが使ってる、カスタムの方が使ってるか。であとはクワッドホッパーね、クワッドホッパー系とケルビン系、ケルビンもねやっぱね、ケルビンやっぱ強いですよ、攻撃力ありますからね。ただ射程がもう非常にないんで、スライドでねシュッシュッと動いてからチュッ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 ってやるのがもういいね。でケルビンの525別注のサブウェポンの炭酸ボムが、これまた楽しいんですよ、シャカシャカ振ってね、掘り投げるとボンボンボンって3回はぜるっていうね、炭酸ボムがあるんです。これはで炭酸ボムでやっつけるのが気持ちよくて、ついついとこう炭酸ボムに頼りきって、遠くの方からね、ケルビンでありながら突っ込まずに射程がないのにね、遠くの方から炭酸ボムをずっと投げるみたいな立ち振る舞いもしたりもしますけど、なかなかこれケルビンは難しいですね。ケルビンはもう普通のケルビンがいいですね。青ケルビン、ケルビン525ね、これはいいですよ。サブがトラップでね、トラップ、いい。でもね、上手い人の見るとね、やっぱりケルビン、キーケルビン、ケルデコ、いわゆるケルデコ、サブが
スプラッシュシールドといって、目の前にこう滝のようにねシールドを貼って、それに守ってもらいながら攻撃をするというね。これなんか濡れないんですね。濡れないんですけども、攻撃に特化した武器ですね。まあだからガチマッチ系で使うとしたら濡れないんで、まあ矛とかアサリとかで味方を援護する意味でね、キル数を稼ぐだったらケルビンとかの方がいいのかなとは思いますけどね。まああとはその辺のやっぱりこう両手で構える武器が好きですね。チャージャー系とかね、ローラー、あとバケツね。筆はね、最初の頃筆はめっちゃ使ってましたけども、こうなんか筆があまりにも強いんで面白くなくなっちゃったんですよね。北斎とかね、パブロとか、あの辺はやっぱ強いんですよ。こう振ってたらこう何ですか、バリア的な効果があるので、なかなかねやらにくいから、まあ、本当に強いんで面白くなくなっちゃったんですよね。だからあまり使ってなくて、あとはブラスター系ね、ホットブラスターも好きなんですけど、こう連射ができないんでね、なかなか難しいですよね。まあもうちょっとしたらブラスター系を練習しようかなと思ってるんですけども、そんなこと言ってる間にもう3が出ますよね。本当はもっとねチャージャー系とかいろいろ手を出していきたいんですけどもね。というのが、まあ十分喋っちゃったな。スプラトゥーン3が出ると来年ね、楽しみでしょうがない。しかも新しい武器、弓があるっていうのと、それから何ですか、インクに壁にイカ状態で潜ってて、そこからこうなんでぐるぐるっと回って飛び出す攻撃みたいのがあるみたいなんで、まあ新たな戦略、あとね次回のはなんかすごい高低差を生かしたものになるね。2までだと壁に塗ってもそれポイントにならなかったんですけど、こう3ではなるんじゃないかな。壁ね、高低差を生かした戦術があるそうなので、すごく楽しみといえども、まあ来年なんでね、来年のいつかわかんないですけど、とりあえず1年後ね、なんでまだまだこのスプラトゥーン2は、しがみ倒してやりたいと思っております。ところで、あとね、もうほぼ毎日ねやってるんで、ぜひぜひフレンド申請してね、一緒にねやりましょうということですかね。桃鉄もやってますから、お知らせいただければ、時間が合えば対戦しましょうということで、今日はスプラトゥーン3の発売が待ち遠しいというお話でした。チャンネル登録と高評価、あとねスイッチのフレンド登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。Thank you.